アオタビ。こんにちは、アオです。今日もアオタビ始まりました。今日はですね、私の後ろにあるこちら夢盤にセロをトランプしてみたをやりたいと思います。イエイ。盤にそのバイクとか積み込んでトランプしていろいろ行けたら便利だなと思って、どんなものかなって試してみたいなと思って、今回 N 盤をレンタカーしてきました。動画の前半で積み込み方やって、動画の後半で使った道具とかまた紹介していきたいなと思います。結構ね、女性とかでも楽々にトランプできたりするので、よかったら挑戦してみてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。アオタビ。はい、ではトランプしていきましょう。まずはね、ラダーをかけていきます。ラダーに爪がついているので、それを車に引っ掛けて落ちないように固定してかけていきます。位置は右側というか運転席のちょうど後ろ側になるようにかけます。続いてこちらタイダウンですね。これで車とラダーを固定します。こうすることでラダーが後ろにずり落ちてしまうのを防いでくれます。ここではね、がっちり固定する必要は全くなくて、とりあえずラダーがずり落ちないようにすればそれで大丈夫です。はい、ここまででこんな感じになりますね。ラダーを右側に爪をかけて引っ掛けておきます。そしてタイダウンで固定してずり落ちないようにしています。はい、このタイダウンがね、一つあるだけで引っ張っても全然ずり落ちないですし、あとね、アクセル回した時にラダーがスポーンって外れてしまうことがあるんですよね。大事なバイク守るためにもこの一手間やっておいた方が安心です。バイクを固定するためのタイダウンベルトをあらかじめ車の固定フックに取り付けておきます。こうすることで積み込んだ後スムーズに固定することができます。はい、このタイダウンベルト、バイクにこのように直接かけても良いのですが、こうすると移送中の振動とかでバイクが結構傷ついてしまったりするんですよね。そこで使うのがこのサブベルトってやつです。これをバイクに固定してからタイダウンをつけるようにすると傷がつくのをある程度防いでくれます。今は撮影で見やすいようにこの位置でベルトをかけていますが、ここでかけてしまうとワイヤー類を傷めてしまいます。なので実際にタイダウンするときはこのようにワイヤーを避けてベルトをかけてください。ちなみに私はですね、すでにトランプ用のタイダウンフックをバイクに取り付けてあるので、ここにね、直接タイダウンをかけて固定しています。では積み込んでいきます。エンジンをかけてアクセルを回しつつ、ハンクラとフロントブレーキを使いながら上げていきますね。ゆっくりでも十分上がっていくので、スピードはつけなくても大丈夫です。ただあまり遅いと今度バランスを崩してしまうので、トコトコぐらいのスピードでやっていきましょう。バイクは常にまっすぐに保ちます。この辺りになってくるとね、ちょっと身長が届かなくなってきます。上げながら自分も踏み台をポンポンと階段のように踏んでいって上がっていってもいいんですけども、多分慣れないうちはバランス取るの難しいと思うので、私のおすすめはまずフロントタイヤを完全に車に乗せてしまいます。そしてタイヤを若干ラダーに引っ掛けつつ、自分が確実に踏み台に上がります。こうやってね、一つずつやると慌てずにできていいですよ。そして自分も車に上がり、ハンドルをやや左に切って、フロントタイヤが助手席に来るように積み込んでいきます。ギアは入れたままエンジンをストップします。ちなみにセロの場合はこのまま普通にスタンドを立てることができました。はい、これで積み込みました。ノンストップでやってみますね。車体をまっすぐにゆっくりと上がっていきます。フロントタイヤを車に乗せたら、自分が昇降台に上がり、そのまままたバイクをハンクラで押しながら、ハンドルを左に切って助手席の方に向けてバイクを進めていきます。ギアも完全に車に乗れば完了です。キャブ車の場合は燃料コックをオフにしておくのも忘れずに。車がガソリンだらけになってえらいことになります。タイダウンするときは1箇所ずつきつく締めるのではなく、前後左右均等に徐々に締めていくとバイクが綺麗に安定します。ここでポイント、フォークの締めすぎには注意してください。フォークの内部が傷んでしまいます。かといって緩く締めると今度は走行中にタイダウンが外れて危険です。ではどうすればいいのかというと、フォークサポートというフォークが縮まないようにするアイテムが Amazon とかで売ってるので、それを挟み込んでからタイダウンするとしっかりと固定できるし、フォークも縮まないのでおすすめです。あとはホームセンターなどでちょうどいい長さに切った木材でも代用が可能です。今日なんでここで使っていないかというと、家に忘れてきました
なので今日はこのまま進めていきます。ベルトがバイクに当たると擦れて傷が入っちゃうので、バイクに当たらないように気をつけましょう。後ろにもサブベルトつけてみたんですけど、ベルトがね結構長くて床までの距離がねそんなにないんですよ。なので縮みしろが少なくなっちゃうので、今回はねベルトを外してそのまま取り付けたいと思います。こちらも左右均等に締めていきます。はい、これでしっかりと固定されました。はい、では続いて現地についてバイクの下ろし方です。積み込みした時と同じようにラダーをかけて準備していきます。タイダウンを外していきますが、この時バイクが傾いたり跳ねてガラスとかに当たったりしやすいので、バイクを支えながらタイダウンを外していきます。ギアをニュートラルに入れてエンジンをかけずにそのまま下ろします。バイクを押したり引いたりしてハンドをつけてリアをラダーに乗せていきます。この時もフロントブレーキには指をかけておきます。車体が必ずまっすぐになるようにしてラダーに乗せていきます。そうでないと途中まで下ろした時にリアタイヤがラダーから外れてバイクがガシャンって落ちてしまうんですね。なので常にまっすぐになるように心がけて下ろしていきましょう。結構ね力入れなくてもバイクの車重で自然に降りてきてくれます。なので車体をまっすぐに保つこと、タイヤを確実にラダーに乗せること、バランスを取ること、これに注力してれば下ろすのはそんなに難しくないです。ちゃんと下ろせました。あたび。ではトランポに必要な道具を見ていきましょう。まずはラダーですね。2本あると積載が楽ですが、1本でも大丈夫です。タイダウンベルトは4本あると安心ですね。カムバック式とラチェット式というものがあります。ラチェット式が軽い力で固定できるのでおすすめです。グローブは作業用のグローブで十分です。ラダーやタイダウンで指を挟んでしまっては危ないので必ずつけておきましょう。踏み台はホームセンターでだいたい500円から1000円ぐらいで売っています。身長が低い方は 1,2 個ラダーの隣に階段になるように置くと積載がしやすいです。私は22センチの高さのものを1つ使いました。サブベルトがあるとバイクによっては固定しやすくなります。私はサブベルトを使用せずにバイクにタイダウンフックを直接取り付けて使っています。今回は使用していませんが、あると便利なのが前輪止めとフロントブレーキロックです。バイクが動かなくなるのでより安定して積み込むことができます。実際に使った道具をねちょこっとだけ紹介します。まずはラダー。選び方は耐荷重が十分にあること、車に積める長さであること、ラダー自体の重さにも注目しましょう。今回私が使用したのは昭和ブリッジのアルミラダーレールです。耐荷重 250kg、 2つ折りできるので N 番にも楽々に積み込めます。重さもね 5kg なので私でも全然片手で持ち運べる重さになってます。車がねハイエースだとかそういう大きい方はねストレートタイプでも積み込めますし、ストレートタイプの方がね軽かったりもするので、まあ、その辺はお好みで。タイダウンは自動巻き取り式のタイダウンを今回は使用しました。自動巻き取りがどういうものかっていうと、こうやってロックを外して伸ばして固定するときにいい長さまで自分で巻き取ってくれるんですよね。ちょうどシートベルトをイメージしてもらうと分かりやすいかなと思います。締め上げていく長さが短くて済むのですごい楽ですね。これは締める時もレバーをカチンカチンと下げていくだけなので、すごい軽い力で締めることができます。なのでね本当に楽に固定したい、しっかりと固定したいっていう方にはねおすすめですね。あたび。はい、いかがでしたか。こんな感じでね結構ね簡単に積み込みとかできるので、よかったらやってみてください。私の動画ではこんな感じでバイクの整備動画とかツーリング動画とか上げてます。面白いなと思ったらチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回のおとびでお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。